糸寄りイは、甲骨魚津な鈴木ト糸寄りイ下に属する海水魚である。生鮮魚介類として流通する場合には、糸寄りの名称も用いられる。また、地方名として糸引きと呼ばれる場合もあり、沖縄県ではイジュキ金などと呼ばれる。琉球列島を除く本州中部以南の西日本、南日本、東、シナ海、台湾、南シナ海の水深40メートルから100、 メートル程度の泥のある海底に生息する。体長は40センチメートル程度まで成長し、体は細長く、ややがは平たする。尾びれは深くに刺し、上端部は糸状に伸びる。体色は真鯛よりも淡く、ピンク色に近い。体側に黄色い縦縞が6本ある。日本では、旨味が強い白身魚で、美味であるため、経済的価値が高い魚として漁獲され。 取引される。中でも、近海で漁獲された大型のものは、高値で取引され、特に関西で珍重される。しかし、日本で市販されているものには輸入されたものも多く、その場合は鮮度が落ちるので注意が必要である。日本での旬は、秋から冬にかけてとされる。身が柔らかく崩れやすいため、煮付け料理には向かず、蒸し魚や塩焼きにする場合が多い。ただし、 沖縄県では食塩で味付けして煮るマースに煮にもされる。身が柔らかいため病人用の食事として供される場合もある。なお、鮮度が高ければ刺身にして食べる例も見られる。台湾では金銭と称し中級の魚として食べられている。油でいり焼きにすることが最も多いものの台湾では話梅の風味をつけた汁をかけて食べたりもする。また、 虫魚、塩焼きなどにする場合もある。さらに、魚肉練り製品の材料に使われる場合もある。香港や関東省では、紅れい産と称し、中級の魚として食べられている。油で入り焼きにすることが最も多いものの、例えば、香港では、落花生油で焼いて、トーチで味をつけるなど、地域によって味付けに違いが見られる。また、虫魚、 塩焼きなどにする場合もある。ありがとうございます。